はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは。皆様とプロレスライフをエンジョイするプロレス系 YouTuber、 私が妄想プロレスチャンネルのシェイクです。どうも、はい、ありがとうございます。今回この動画のテーマはこちら、新日本プロレス G1 クライマックス30、高橋裕次郎のリアルインタビュー読み解きスペシャル。はい、ありがとうございます、ありがとうございます。今回この動画のテーマは、新日本プロレスの公式サイトに上がっておりました高橋裕次郎選手のインタビュー記事について語りたいと思っておりますので、皆様最後までお付き合いくださいという形です。そしてこの回に関しましては、久しぶりの通常回でのリクエスト採用という形になります。こちら読ませていただきます。ツイッターで、ご応募リクエストしていただきました、ラジオネームカズさん、いつも YouTube 楽しく拝見いたしております。昨日のオフィシャルでアップされた高橋裕次郎選手のインタビューがすごく興味深いですよ。今年の彼の活躍と、これまでのバレットクラブでの立ち位置、これからの展望など、いろいろとなかなか深い内容になっています。またお時間があれば取り上げてみてくださいという形で、カズさんからリクエストいただきました。カズさん、どうもありがとうございます。という形で、皆様、新日本プロレスの公式サイトもご覧になられましたでしょうか。高橋裕次郎選手の、まあ、G1 が参戦決まってからの、これはインタビューという形になるんですけども、やっぱこの5年ぶりの G1 出場に対して、どういう期する思いがあるのかっていうのを中心に語られてますよねっていうところで、僕この記事をもう全文何度か読ませていただいたんですけど、やっぱりトータルして思うのが、高橋裕次郎選手ってものすごく自分に厳しくて、本当に謙虚な人なんだなっていうのがすごく伝わりました。で、その本当に謙虚すぎる言葉で、これ本当にバレットクラブのメンバーかっていう目線もあったし、これちょっとあえてうがった見方をすると、この謙虚すぎる発言って、今の自分自身への自信のなさにもちょっとなんか見えてくるんじゃないかなっていう風に僕自身は思いましたね。逆にここまで謙虚で大丈夫なのかっていうぐらい、まあ最後の一文こそバレクラっぽい言葉で締めてましたけど、それまでのほとんど9割以上のもう発言に関しては、これバレットクラブの高橋裕次郎としてじゃなくて、デビュー2014年からデビューしての今の高橋裕次郎選手、間違えた、2004年にデビューしての高橋裕次郎選手の本当の声っていうのがこの中に入ってるんだなっていうのがありましたね。本当に16年のレスリングキャリアの裕次郎選手の声っていうのがここに入ってるんだなっていう形で思った次第。やっぱりこの G1 エントリーから5年離れてた、期間っていうのが、ここまで裕次郎選手の気持ちっていうか心をこうしてしまったのかなっていうところ、これがいいのか悪いのかっていうのは、もう正直言ってこれからの高橋裕次郎選手の活躍次第だなっていうふうに僕は思うんですけれども、でもね、本当にね、これ書いてる通りなんですけど、2015年までずっと、2010年から2015年まで連続で G1 にエントリーされてたんですよね、高橋裕次郎選手は。今が39歳で、5年前っていうことは、まあ、34か、まあ、20代後半から30代中盤までずっとエントリーされてる中で、やっぱりプロレスラーとしては、もうさあこっからだっていうぐらい、やっぱり油がこれから乗り切る時期、一番動けるしっていう時期をやっぱり G1 として参戦してきてる中で、そこで一気にブツっていう形で2016年からエントリーから漏れてしまうっていうところ、やっぱここにすごくやっぱ高橋裕次郎選手としては悔しさを感じてましたっていう言葉がありましたね。やっぱりこれまでここ最近、まあ向こう10年ぐらいの今の G1 のエントリー選手を見てても、所属選手でですよ。やっぱりずっと、参戦、エントリーしてる選手って、基本的には固定なんですよ。固定。去年出たら大体次の年も出る、再来年も出るっていう形が多くて、やっぱりそこで漏れていく選手っていうのは、やっぱりその時、怪我であったりとか、あとはもう結構なベテランの域まで行ってる選手が、もう卒業しますっていう形で、それこそ永田選手みたいにね、自分自身で卒業っていう形で宣言して、
もうその年で終わりって決める選手も多かったりするんですけど、やっぱりそういった形ではなく、裕次郎選手みたいにこのぐらいの年齢の選手が、漏れて何年もエントリーから漏れていくっていうのはすごく稀、ではないかなっていうふうに思いますね。だからやっぱり裕次郎選手すごく腐ってましたっていうような発言はしてましたね。やっぱり毎日お酒を飲んでいく中で、美味しい酒かどれが焼け酒だったかわかんねえよみたいに、やっぱり過去にあぐらをかいてた自分っていうところを恥じてましたね。やっぱここに過去にあぐらをかいてたって自分自身に責任があるんだっていうふうに思ってる発言っていうのがすっごくやっぱり自分自身に厳しくて、やっぱりアスリート気質そして謙虚なんだなって思う次第、やっぱそれは裕次郎選手のやっぱ人としての良さっていうのをやっぱり感じることができましたし、やっぱり今年裕次郎選手が G1 エントリー決まってすごくやったーっていう声多かったじゃないですか。やっぱりああいった声、喜びの声を出してる選手って、出してるファンっていうのは、きっと裕次郎選手って本当はすごく、自分自身に厳しくて頑張ってる選手だっていう風に分かってるからこそ、裕次郎選手の努力が報われた今年のエントリーっていうのを、やっぱり喜ばれてる声っていうのが多かったのかなっていう風に思います。それはやっぱり裕次郎選手がどれだけヒールで悪ぶってても、どれだけニヤニヤしてても、どれだけセクシーな女性と一緒に、帯同してたとして、しても、やっぱり裕次郎選手って本当はすごくて、いい人なんだ、いい選手なんだっていうのを分かってるファンが多いんだなっていうふうに僕は思いましたね。特に今回のインタビュー記事を持って、ああなるほど、裕次郎選手ってここまでやっぱりなんでこんなに、応援されてるのかって、ちょっと厳しい言い方をすると、リング上のここ最近の実績と応援されてる声援の数がなんか、比例してないなっていうふうに見える部分もあったと思うんですよ。ちょっと厳しい言い方をさせてもらうと。でもやっぱりそれでも応援してるファンが多いっていうのはそういうことなんだなって、だからそれが報われた、やっぱりこのコロナの中でひょっとしたらこういった状況下でなかったら高橋裕次郎選手のエントリーっていうのはひょっとするとなかったかもしれないっていうふうに、やっぱ厳しい目を向けてる中で、とはいえ7月からの岡田選手との因縁構想がね、8.29 まであったと思うんですけど、神宮まで。G1 エントリーギリギリまで岡田選手とのね、構想があったと思うんですけど、そこでしっかり、ファンの民意を味方につけて、勝つことこそできなかったけど、その戦いぶりでね、裕次郎選手やれんじゃんっていう民意をファンからも、団体からも勝ち取ったからこそのエントリーっていうのは間違いないと思うんですよ。ね。やっぱり数が足りてないから消去法で出るかっていう風な形じゃなくて、やっぱりチャンスをものにした人だからこそ出ることができたとも言えると思うんです。だからそこの部分に関しては裕次郎選手純粋におめでとうございますっていう気持ちがあるし、やっぱりそこを分かってるからこそのファンの声なんだなっていう風に思います。で、その中で裕次郎選手のね、このインタビュー記事で僕気になったのが、そこでやっぱり声援が大きかった、今年の、9.9 ね、仙台大会の時に声援があった時に、それ自体はあまり喜ばしいことじゃなかったって言ってるんですよ。やっぱりまさか裕次郎選手が出るんだっていうサプライズみたいなところでやっぱり喜ばれたっていうのがあると思うので、それ自身は全然嬉しくねえよって言ってたと思うんですけど、まあ半々でしょうね。やっぱ嬉しい気持ちもあったでしょうけど、どう裕次郎選手それは違うよって僕は思います。やっぱりさっきも言いましたけど、裕次郎選手の努力であったり頑張りっていうのをファンはしっかり分かってたんですよ。このエントリーから漏れたこの5年間の活躍を見てたんですよ。で、裕次郎選手の苦悩も見てきたと思いますし、それを理解してるからこそのやっぱり我がことのように喜んでるやっぱファンが多かったのはそういうことだと思います。だからそこまで卑下しなくていいんじゃないかなっていうふうに僕は裕次郎選手にあえて言いたいなっていうふうに思います。そしてね、この 9.9 仙台大会で発表されたと思うんですけど、その発表の直後に第4試合で裕次郎選手の試合があったんですよ。そこでのね、ぜひね、入場からリングに上がる
上がってからの裕次郎選手をぜひ皆さん、ワールドをご契約されている方見ていただきたいと思ってます。まず幕が開いて、裕次郎選手が出てきた時にいつも通りニヤニヤしてるんですけど、そのニヤニヤがね、いつものニヤニヤじゃないんですよ。裕次郎さんも記事で書いてましたけど、本当にね、喜びが溢れてるんですよ。やったぞっていう歓喜のニヤニヤ。もう笑みなんですよ。笑顔なんですよ。やったぜっていう、よしよしよしっていう形で言ってるんですよね。それを入場時に感じたし、そのリングに上がってからのガッツポーズ、こういう感じでねやるんですよ。やったぜ俺出れるっていう、それをねぜひ皆さん今一度見ていただいた上で、今の裕次郎選手の公式戦追っていただけると、より一層裕次郎選手を後押しできるんじゃないかなっていうふうに僕は思った次第ですっていうところですね。本当にね、やっぱりバレットクラブの中でも、まあこれまでのね、あの長年バレットクラブ日本人唯一の、選手っていうところで頑張ってきた、っていう言葉も書いてある。本当にあったかいチームみたいですね。みんな、あね、G1 から漏れても、あったかく受け入れてくれたしって言葉があって、やっぱ本当にそこは、バレクラに入ってよかったな、裕次郎選手っていう形で、もうそこから石森選手が入ってきたり、健太選手が入ってきたり、石森選手が入ってきたりっていうのがあると思うんですけど、本当にいいチームであるっていうところ、を、読ませていただきました。正直言ってあの記事を読んでる限りは、バレットクラブ多分分裂とかっていうのはないだろうなっていうふうに、今のところは思いますけどね。あれだけ見ると、やっぱり本当にね、よく、ジャド選手とか言ってますけど、フォーライフって言ってますけど、やっぱり本当に、みんなファミリーのように、すごい絆があるチームなんだなって、だからこそフォーザチーム。僕、ずっとね、バレットクラブってフォーザチームの精神が一番強いチームだって僕言ってるんですけど、やっぱり、チーム、もうユニットが勝つために自分自身はどれだけダメージを食らっても構わない、自分自身がどれだけブーイングを食らっても構わないっていうぐらいの気持ちで、やっぱりチームへの貢献っていうところがすごく見受けられるので、そこのところでいくと、やっぱ他のユニットと比べても、本体と比べても、やっぱりその絆っていうのは一番強く感じるのがバレットクラブなんですよね。だからそういったところのやっぱり、中身っていうところがこの記事からも書かれてて、あ、本当にやっぱりそういう、気持ちがつながってるから、やっぱりそういうフォーザチームの精神っていうのが生まれるんだなっていうのをすごく感じた次第でありますっていうところ、だから本当に裕次郎選手の謙虚すぎる発言でも、あまり謙虚すぎるのも良くないぜって、エントリーされてる、A ブロックだっけか、今回入ってるのがね、A ブロックに入ってるんですけど、裕次郎選手は A ブロックだよね、 A ブロックだよね、合ってる、合ってる。で、会った時に、やっぱり自分以外のメンバーは全員自分よりも実績が上だみたいな発言があったんですよ。だから足の引っ張りがいがあるぜみたいなことをね言ってるんすけど、どう、それはね、言い過ぎ。絶対ね、裕次郎選手が勝ってる部分もありますから、足を引っ張るとかじゃなくてね、相手を利用して自分がもっとのし上がっていくぞっていうぐらいの気持ちをね、ぜひね、見せてほしいと思ってます。まだまだ39歳でしょ、今。これからもっともっとね、ステップっていうのはね、踏み込んでいけるところだと思うので、僕はこの記事を読んで裕次郎選手をより一層応援したいと思った次第で、皆様にお伝えをさせていただきました。皆様のお気持ちはいかがだったでしょうか。ぜひ皆様のご意見をこの YouTube のコメント欄、Twitter のコメント欄、Twitter の DM 欄までどしどしとお寄せください。そしてこの動画で扱ってほしいテーマっていうのも随時募集をさせていただいておりますので、この YouTube のコメント欄でも Twitter でも構わないので送ってきてください。この団体のこの選手について、この団体のこの出来事についてっていうのはですね、直接どしとぶつけていただければ、ちょっとお時間はいただくかもですけれども、必ず形にして皆様にお届けしたいと思っておりますので、これからも皆様この動画のリクエストをよろしくお願いいたします。そして忘れちゃいけない高評価ボタンとチャンネル登録ボタン、こちらもポチポチと押していただきまして、これからもこの妄想プロレスチャンネルのシェイクについてきていただければと思っておりますので、皆様どうぞよろしくお願いいたします。はい、というわけで最後まで見ていただいた皆様、どうもありがとうございました。
お届けしましたのは妄想プロレスチャンネルのシェイクでした。またね、バイバイ。